誰だね、大輔。どうしようか。帰ろうか。どうしようか。逃げようか。逃げちゃダメですか。まあ、大輔さ、松坂投手って可能性ないの？今日は東京ドームに来ています、昨年も出場したんですけども、今日は、高校野球女子選抜対、一郎選抜の試合があって僕は、一郎選抜の一員として試合に出場するために今日はここに来ました。コンディションいかがですか？コンディションですか、はい、今のところ全身筋肉痛ですなるほど、はいまあ、ちょっと、僕来るまで何日間か、練習もしてきてるんですけど、はい、いや野球っていうのはなかなか体に負担がかかるものだなと改めて思ってるところです。まあ、練習はイチローさんたちと一緒にされた？あ、一緒に、はい、することもありました。はい、今日のポジション打順などはもう決まってるんですか？一応4番ショートで言われてます。昨年と一緒ですね、はいはい、昨年が4打数3安打1打点猛打賞、はい、さらに、まあ、ショートでも華麗な守備を見せると大活躍でしたがまあそうですね、まあ、去年はたまたま打てましたけどただ今年はちょっと自信ないですね。自信がない、はいはい、打てる気がしないですそうなんですか。今年は、はい、なんで、まあ、守備の方で頑張りたいのと昨年はちょっと走塁ミスもしてしまったので、はいはい、そのミスを今日はしないと、はいはい、まあ、イチローさんは結構こう元気に、プレーするということを意識されてるんでそれは、まあ、チームとして徹底していることなので、ショートからベンチから、大きな声を出してプレーしたいと思います、はい、ということで、はい、行ってきます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。松坂大輔チャンネルなんですが、はい、まずお名前教えていただく。松崎カンヌです。松坂さんに投げるシーンもあるかもしれないと思うんですがもし松坂さんと対戦したらどんな作戦で？と自分はストレートで抑えに行きたいと思っているので力強いストレート投げて抑えに行きたいなと思っています。イチローさんに対しては？イチローさんに対してもストレートを生かして抑えていけたらいいなと思っています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、去年もイチローさんとバッティング練習してる時金属で最初打ったんですよ、バッティング練習意外と入らなくてで、木に変えたら、スタンド入ってまあ、木の方が、なんていうんですかね、うん、しなりとか、うん、しっかり芯で捉えられれば、多分木の方が飛ぶんでしょうね。木の方が飛ぶ、うん、今年は打てない気がする。全然振ってない？いや、振ってますよ。バットは結構振ってきました。イチローさんに怒られるか？いや、イチローさんに怒られるとしたらそこじゃないんで盗塁ミスのもの今年は今年はそっちでミスをしたくない。慣れるかもしれないですけどパッと振り返ると、ね、ライトとボールやっぱ重なったらやっぱ分かんないですよ。分かんない。去年はだからライト線の方に飛んだから抜けると思ったんですよ、うん、で湧いたのも僕は抜けて湧いたのかな。そしたらサードコーチャーがどっちかというと守りもしてないですよ。駐車打ってきた。シュートしてリハビリしないんで
集中して痛いマップですよ、ね、痛いマップ。これもう一つこうグッていきたいんですけど、それやると多分スコンって抜けちゃう、だからちょっとかばいながらやらないといけるんですけど、行ったら多分膝が多分抜けちゃうんですよ。イチローさんも150球までは多分投げられる。さらにまだ移動するとやったら大3球、じゃあ2番って言いますか、2番って言います、3番って言います、3番って言います。でもなんか投げてる姿もう一回投げられるなんとかするかって思いました。Hey!
また練習中にボールが逃げようか。ダメですか。まあ、結構しんどいですよ、まあ。体の使い方を覚えれば、女子でなかなかやっぱ、こんなの出ないですよ。彼女やったら、体の使い方さえ覚えれば、可能性はあるということで、まあ、はい。いかがでしたか、バッティング練習。いや、疲れました。疲れた、本当に疲れた。あの、やっぱ練習してるんですけど、はい、見られながら、やっぱバッティングとか、はい、まあピッチングもそうかもしれないですけど、人に見られながらやるっていうのは疲れるな。やっぱお客さん入ると違いますか。なんでこんな、なんか息上がってんだろう。やっぱちょっとこう人が入ってることで、ね、はい、やっぱみんなに見られてるという緊張感が生まれて、はいはい、うん、余計にあの疲れを感じる、うん、ファンの方が、はい、もう本当たくさん声かけされたかなと思うんですけど、はいはい、やっぱああいうのも刺激になりますよね。いや、めっちゃ嬉しいです。いや、本当ですか。めっちゃ嬉しい。いや、そもそも去年もそうですけど、はいはい、イチローさんと一緒にバッティング、はい、いや、それはまあね、イチローさんはホームランをね、はい、こうバッティングで期待されて、はい、
僕に比べれば。いやいやいや、そのプレッシャーは僕のものなんて大したことないんですけど、はい、それなりにプレッシャーを感じながらバッティング練習しました。ちょっと今日の試合目指すはホームラン。ホームラン、そうですね、はい、ホームランと抜くことってなんていうんですか、意外と難しいんですよ。軽く打つとか、はい、うん、でまあ、そうやってやること自体相手に失礼だし、全力でやる中でゴロを打たないように、お、はいはいはい、なるべく去年ちょっとファーストにちょっと強襲ヒットがあった。確かにあれかなり強かったっすよ。はい、そうなんですよ。上げ落とした分、はい、逆にこうラインドライブかかっちゃって、はいはい、ちょっと逆にこう強烈な打球になっちゃったんで、うん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 、はい、なんとか打球を上に上げて、はい、プラスそれがヒットになるように、はい、そしてその延長がええ期待してます。まあ、まあ全力プレーには全力プレーで、はい、応えるという、はいはい、スタンスと走塁ミスを起こさないようにしたいと思います。卒のない野球を、はい、やって、イチローさんのサポートをしたいと思います、はいはい。こんなそわそわしてる大輔さん、みんなドラコンの試合ぶりですけど、やっぱりいや、これまだ本当なんですね、芸人の時のピッチャーも全然緊張しないんですよ、はい、やっぱその慣れないポジションだったり、あとやっぱりこう人に見られながら、嬉しいことなんですけど、はい、ありがたいことなんですけど、やっぱそれなりにプレッシャーも僕は感じてます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、セカンド、三浦さん。セカンド、三浦さん。イチロー選抜、神戸地連。4番、ショート、松坂くん。ショート、松坂くん。9番、ピッチャー、イチロー君。ピッチャー、イチロー君。守ります、イチロー選抜神戸地連のピッチャーはイチロー君、キャッチャー藤本君、ショート松坂君、レフト西岡君。
いやもう途中で無様な姿を見せてしまって情けない限りですけど、なんとか最後まで形になってよかったですし、何より僕は個人的にはヒットが出てますです。めっちゃ嬉しかったです。僕ねプロでそこそこヒット打ってきたんですよ。だからもうこの2年間もう悔しくて悔しくて、実はもちろんピッチャーとしても今はそうなんですけど、バッターとして何としても1本という目標を今回は抱えていたので、めっちゃ嬉しいです。そして松坂大輔選手です。お疲れ様でした。今試合を終えてどんな気持ちですか？今年はそうですね、目立ったミスをすることなく、イチローさんに怒られることもなく、はい、無事に試合を終えてほっとしてます。はい、バッティングではヒットが1本出ましたね。はい、いや、まあ、あれも、まあ、詰まらされてたので、はい、自分の中では、まあ、もうヒットになって嬉しかったんですけど、とにかく今日はいいところに投げられて、本当にもう後の打席は手が出なかったですね。はい、どうですか？はい、大輔さん、松坂投手って可能性ないの？いや今マウンドを降りるつもりないって言ってたから結構安心してたんですけど、去年のその試合の後、松坂選手将来ピッチャーとしてもう一度復帰したいという思いが生まれたって言ってたんですよ。はい、言ってました。言いました。帰ってきて帰ってきて言いましたし、まあ、先日もイチローさんと一緒に練習させてもらったんですけど、50歳のピッチングには見えなかったですし、その投げてる姿に、まあ、刺激を受けて、また投げたいなと思いましたし、今日いいピッチャーたちと対戦して、僕もいいピッチャーだったんだよっていうのをこう思い出してもらえるような、いつか投げてる姿をもう一度見せられたらと思います。もしそれが来年だったら51歳になってるし51番つけてやろうかな。大輔がもしピッチャーで本当に打ってくれるっていうなら51番つけて僕はそうと思います。はい、いかがですか？いや、宣言したからには、まあ、その言葉に責任を持って準備したいと思います。やった。来年が本当に楽しみになりました。はい、よろしくお願いします。手短にお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。手短にというのはお疲れですか？そう、お疲れです。はい、改めて今年の試合を振り返っていかがですか？はい、まあ、相手チームも非常に守備が良かったですし、ゲーム試合は非常に締まったいい試合だったんじゃないですかね。はい、ご自身のプレーを振り返ってみるとどうですか？まあ、もうちょっと打ちたかったなっていうのはありますけど、まあ、打つよりもどちらかというと守りの方でしっかりやりたいと思っていたので、まあ、しっかり、はい、守備ではイチローさんのサポートできたんじゃないかなと、はい、思ってます。その点では今年はイチローさんに怒られることなく、はい、無事に終わることができましたね。はい、まあ、昨年よりも、まあ、もう少しこう練習時間を増やして、まあ、準備していたので昨年よりも動けたかなと、はい、思います。バッターとしては三振ですとかセカンドゴロに打ち取られる場面もありました。はいはい、どうですか？本当にいいところに投げられたなっていうのもありますし、全体的にみんなコントロールも良くて、はい、見逃した人も全く手出なかったです。はい、待ってたボール来たにもかかわらず手が出なかったです。はい、スピードもあって、そうですね、球速表示よりもピュッとこう速さを感じるようなボールでしたね。
はい、それ来た時どうでした？びっくりしました。いやもうタイミング的にも差し込まれてるなと思ってたので、はい、まあ、打つチャンスはかなり低いなと思いながら打席に入ってました。はい、かなりこう悔しそうな表情を見せる場面も多かったかなっていう印象なんですが、いやめちゃくちゃ悔しかったですね。はい、めちゃくちゃ悔しかったですけど、それをできるだけ出さないように我慢してました。出さないようにしてたんですね。はい、ではこう松坂さんから見て、やっぱり、はい、女子の皆さんのレベルっていうのはどうですか？上がってる？上がってると思いますね。はい、まあ、僕は今年で2回目ですけど、はい、まあ、先ほども監督さんとかにも話しさせてもらったんですけど、はい、非常にいいチームだなと、はい、思いました。最後にこれからのこう女子チーム、そして若い世代の皆さんに期待することってどんなところですか？まあ、まだまだそのこの高校の後のこう受け皿とか、まあ、足りてない部分はあると思いますけど、まあ、一応さんも言ってましたけど、この試合がこれからの世代の選手たちにとって、まあ、高いモチベーションを保てる試合になってくれたらいいなと思っているので、はい、まあ、そのイチローさんや、まあ、女子高校生たちのこう、選手の思いに、まあ、僕自身も応えられるように、またサポートできるように、はい、まあ、陰ながら、はい、手伝わせてもらえたらと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まず率直な感想いかがですか？疲れたんですけど、まあ気持ちのいい疲れというんですかね、はい、まあ、充実感もあって、まあ、平日のナイターですけど、思った以上にたくさんの方に、来ていただいて、いい緊張感の中で、プレーさせてもらえて幸せでした。はい、まあ、4打席1安打、首位でも華麗なプレーと、はい、まあ、金かどうかわかんないですけど、はい、ミスなく、はいはい、まあ、何度か、まあ、イチローさんのサポートができたんじゃないかと、はいはい、まあ、もうちょっと打つ方でも貢献したかったですけどね、はい、もういいボールでしたね、はい、内野ゴロに打ち取られた選手覚えてますか？あの左ピッチャーの子ですよね。そうです、そうです、はい、試合前にインタビューしたんですけど、ストレートで松坂さんを打ち取りたいと言ってたんですけれども、はい、外低めのストレートですね、いや、タイミング取りづらかったですね。で、カーブもいい抜けしてて、なかなか来ないんですよね、うん、はい、でタイミング崩されて、最後、まあちょっと、僕も迷いましたね、どっち来るんだろうと思って。なるほど、はい、最後いいとこ投げられましたね、はい、打たされました。イチローさんのピッチング、これまたいかがですか？はい、いや、去年よりも球速かったですしね、いや、すごいなと思いましたね。50歳になって、さらにこう状態を上げてくるイチローさん、はい、いやバケモンです。なんか過去3年間のマックス更新138キロらしいですよ。はい、はい、いや、速かったですし、またその球をしっかり打ち返してくる女子高生たち の振りの強さにも僕は驚きました。はい、まあ、そうですよね。僕の方に打球飛んできたのも、多分左で振り遅れた打球できたのほとんどなかったんじゃないかな。いや、びっくりしましたね。しっかり対策してきたんじゃないですかね。はい、はい、終盤まで拮抗してすごい痺れる試合でしたしね。いや、本当にどうなるか分からなかったですね。はい、いや、すごく勝ってましたけど、追い込まれた状況は何度もありましたね。はい、それは向こうも守備良かったですし、その姿に僕らもこういい刺激を、はい、受けて、またこのピンチでいい守備ができたんじゃないですかね、こっちのチームも。はい、真剣勝負でやることに意味があるんですもんね。いや、まあ、だからその真剣勝負するとか、多分そんな意識ないですよ、まあ、当たり前なんで、はいはい、もうお互い全力プレーで。はい、全力プレーには全力プレーで、答えた結果、はい、非常に締まったいいゲームだったと思います。はい、試合後の、まあ、場内インタビューではイチローさんから、まあ、いつかは松坂さんピッチャーというお話もありましたが、はい、責任を持って準備しますとお答えしてましたよね。はい、そうですね、はい、まあ、言わされた感はあるんですけど、でも僕はあそこで言ったことも、まあ、偽りない
僕の気持ちなので座れない、はい、実際に一郎さんが投げている姿に刺激を受けて、今日対戦した、女子高校生たち の、 あのボールピッチングを見て、まあ、もう一度、ちゃんと投げれるようになりたいと、まあ、そういうモチベーションもらったので、うんね、まあ、来年ちゃんと投げられるようになるかわからないですけど、はい、言ったからには、まあ、その打ったり守ったりそういう準備だけではなくて、まあ、投げることも考えながら、はい、トレーニングしていきたいと思います、はいはい、もうジム家にジム作りましたし、はい、そうなんですか、そうなんですよ、万全じゃないですか、ちょっと来るの遅かったんで今回あまり活用できなかったんですけど、来年に向けてはバッチリ整うので整っちゃいますね、そのトレーニングジムを整うのでしっかりそれを活用して、はい、来年はまた違った姿を見せられるようにやっていきます。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてまたチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日もありがとうございました。